プレミアム B ライフ。プレミアム B ライフ。この番組は水木コミュニケーションの提供でお送りします。皆様こんばんは、金森理香です。こんばんは、マスターこと賛否両論笠原雅宏です。マスター、メリークリスマス。メリークリスマス本日は12月24日クリスマスイブの夜でございます。クリスマスイブの夜にこんなやってていいんですか何をやってんですか我々は。なんか去年も同じようなこと言った気がしますよねあ、そうですか。なんか去年も多分クリスマスイブかクリスマスだった気がします。そうか、そうです。こんな大事な日に。大事な日です。ちゃんとしたレストランとかに僕だって行きたいですよ女性とかと。そうですよね。どうしたらいいんですか本当に。そうですよ。しかも今日クリスマスイブってすごい記念日だって知ってますか、うん、どういうことですか。すごい記念日私の誕生日なんです。おめでとうございます。ありがとうございます。そうだ、クリスマスイブ生まれなんです。はい、イブ生まれなんです。クリスマスと誕生日を一緒にされるかわいそうなタイプだ、はい、そうなんです。おめでとうございます。ありがとうございます。あともう年末に紛れ込んでなんかいろんなものを一緒にされちゃうタイプです。そうだね、忘年会とか全部一緒にされるタイプだ。そうなんです、全部一緒にされちゃいます。かわいそうに、はい、かわいそうなんです。そうですか。まあでもまあね、聞いたら忘れないけどね。そうですね、うん、ただ大体24日と25日に分かれてメールとかが来ますね。ああ、そういうこと。なんとなくクリスマスな感じはあるんだけど、イブだったか当日だったかみたいな感じで、うんうん、まあとにかくね、この年になってくるとだんだんまあ健康で、うん、なんか1年が過ごせたことがありがたいと、まあそうですね、思うようになってきたので、うん、ああそういう年なんだなと思いますけど、うん、僕もねクリスマスなると、うん、まあクリスマスまではあの クリスマスモードで賛否両論ですけど、はい、もう頭の中はねおせちです。あ、そうですよね、うん、ここからもう、うん、追い込みモードが入りますよね。おせちだなーっていうのもあるし、うん、やっぱ本当1年あっという間だったなーっていうのとね、なんかね、うん、まあ、毎年ね言ってますけど、本当12月に入ると本当に思うんですけど、なんかちょっと早すぎて。そう、早すぎだからね、どうしようって思っちゃいますよね。もうこの年でこんぐらい早いっつってんだから、うん、10年後もうあっという間に終わってますよ1年が。本当そうですよね。怖いね。怖いですよね、うん、なんか1日1日は結構頑張ってるつもりだし、うん、満喫してるつもりなんですけど、うん、そうだったけどね、俺もそうですよ。でもこうやってマスターと収録するのも本当にあっという間じゃないですか、うん、あれもう次の収録みたいなのもそうだし、そうなんですよ、うん、なんか多分マスターも毎月こう季節のお料理とか作ってらっしゃるから余計だと思うんですけど、うん、もうこの季節ってなりません？なるね。そうですよね、うん、やっぱ使う食材がねどんどん変わっていくからね、料理やってるとああもうこれが出てね使わなきゃみたいな、忘れてたうっかりしてたみたいな、あもうこれが出てる季節だみたいな、それはあるけどね。ですよね。そんなのですごい季節の移ろいが早いとか言いながらも、うん、全くここは変わらねえなと思うのはサウナですねなんかサウナは何にも変わらないですね行くと。でも逆にそっか、だからやっぱりそこに行くと落ち着くんですね。落ち着くね。サウナの中は何も変わらない1年間、うん、そっちはだからせかされるかもないし、あなんかある意味落ち着く、落ち着くね。みんなで汗かいて、ね、憩いの場ですね。憩いの場だね。水風呂入ってまたサウナ入って汗かいてね、特に最近はサウナの中で喋っちゃいけないってなってるからさ、みんなこう無言でこう、で人生を見つめ直しながらサウナ入って、まあよくあのおっさんとは目で挨拶ぐらいしてこうね、どう思うみたいな。そうか、うん、多分今日の夜も行くんでしょうね、まあ、今日の夜もクリスマスイブでもイブでもサウナに集う男たちがイブとかでも空いてません。変わんないのか。変わんない。そこがサウナ。そういうことね。もうそんなことはね。そういうのにこう影響されるような。超越した人たちが集まってサウナを。関係ないんですよ。ね、関係ないのね。イブだろうがクリスマスだろうが。日常なの、ね。日常なんですよ。みんなもうが汗かきたくてしょうがないの。はい。もうそんなクリスマスケーキがどうとか何もみんな考えてない。そうか。サンタさんは来るのかなとか何も考えてないですよ。とにかくみんないい汗かいて。水風呂入って整って、今日も行きますよ。ああ今日も。今日も行って、うん、で家で一人クリスマスイブですね。みんなでやらないんですか？もう寝てるよ。あ、そっかそっか。そっかそっか。子供たち、まあいい、まあでもね、この間帰ったらね、うん、もうリビングにクリスマスツリーは飾られてます。あ、本当。
毎年飾るって言ってましたもんね。子供がちっちゃい頃に買ったまあまあ大きいやつがね、飾られてましたね。だからお姉ちゃんたちが作ってくれるの？お姉ちゃんたちが。まあそうだね。姉ちゃんが。あとまあ家のあの玄関にクリスマスのリースがかかってましたね。それで感じましたね。あ、クリスマスだなって。やっぱりクリスマスで何かプレゼントとかは？え？プレゼントとかは？もうサンタさんが来ますからね。未だにサンタさんが。サンタさんが。なんかその欲しいものとかは言ってくるんですか？だからなんかクリスマスツリーが出るとそこに、うん、なんか七夕飾りみたいになんとかが欲しいですみたいな書いてあるんだ。書いてある。いまだに。そのためにクリスマスツリー作ってんじゃないか、うん。多分そうです。アピールするためにね。あとなんかもう何ね、昔だったら例えばね、ちっちゃい頃だとね、うん、本当になんとかね、なんとかのゲームが欲しいですとかね、うんうん、自転車が欲しいとかやったんだけど、大人になってくるともう意味がわからない。ああ、イケメン不足、ね、これは誰に言ってんだろうなみたいな。面白い、ね、意味がわかんないですよ、クリスマスツリーも、七夕飾りみたいなやつじゃん。なるほどね。なんか願い事書く願い事みたいにみんな書いちゃって、もう間違えちゃう。七夕願い事、そっか、うん、なるほど、七夕と一緒になっちゃった、ね、七夕みたいな。まあでも家族でね、楽しく、じゃあちょっとプチクリスマスはやるんですね。うん、まあそうですね。プレミアム B ライフ。まあでもあとね、1週間なんで。そうだよ、うん、なんだかんだでもう1週間でおしまいねー、うん、でこのプレミアム B ライフももういよいよ来週で最終回になります。マスターどうでしたか、この今まで。いや、なんかあっという間だなっていうのと、本当に中身のない話ばっかしてたなと思いますね。大丈夫なんでしょうか。そうですね、うん、まあでも楽しんでいただいた方もたくさんいらっしゃったと思いますし、これ聞いてこの楽しんでいただけたらね、それはこっちもやった甲斐がありますけど、ね、そうですね、すごいちゃんとしたね、なんていうんですか、ためになる話題とか一切なかったんじゃないですか。なかったです ね基本ほとんどお題目もないですしね、毎回ね、ノリとアドリブでよく続きましたね、ここね。そうですね、台本もなしですよ、本当です ね。あとなんか最初の頃マスターの歌のヒットスタジオとかもやってましたね。まあやりましたけどね。もう気づいたらもうほとんど俺が適当に喋るっていう番組になったじゃないですか。そうですね。そうですね。そしてリカさんの意味のわからないまとめっていう流れでね。そうでしたね、うん、まあ、途中からこうね、まあなんか一応最初ちょっと題目決めたりしたんですけど、なんかもう適当に行こうってなって、まあでもその方が面白かったじゃないですか。そうですね、アドリブでね、うん、本当に全く台本もなく、今日は何話すって打ち合わせもなく、打ち合わせもなくいきなり始まりますからね。すごいですよね。すごいですよね。準備運動も何もしないでいきなりね、本番に挑む。そうですね、うん、もう座って3分ぐらいではいみたいな感じですもんね。そうなんですよ皆さん。でもこの今日で、ね、110回目、うん、ラストがだから111回目でラストに、なんか来週111で、ね、そうですね、111でラストになるので、うん、ただ YouTube とかは全部1回目から上がってますので。あるんですか。ありますよ。なので皆さんもう一度聞き、はい、お聞き逃しは YouTube で、そうですね、お聞きいただけます。もう年末年始めちゃくちゃ暇で、もう暇でやることねーっていう時にいい暇つぶしじゃないですか。そうですね、うん、もう本当に暇でもう何もやることないっていう方にはおすすめです。そうですね、あとちょっとこう笑いたい。そうですね、うん、マスターのギャグで笑いたい。まあ大して面白いギャグも言ってないですけれども、まあね、いや結構でも今まで面白い、そうですか、お話たくさんありましたよ、うん、まあギャグというか要は僕の実話を話してるんですか。そうですね、うん、私でもやっぱ一番面白かったのはスピーディー校長、うん、せっかちなせっかちな、うん、スピーディー校長の話とか、あとなんだ、結構いろんな地方のお話がやっぱ面白かったですよね、うん、まあいろんな話しましたね。そう、僕も覚えてないもん。あ、そっか、そんなの話したかぐらいだから、まあそういうのをもう一回ね確認するためにも、そうですね、本当に暇でしょうがない、ね、正月休みもうやることねーっていう方おすすめです。静止画なんですけど、はい、音声ずっと流れてるので、じゃあそれでお願いします、はい、聞いていただけたらと思います。はい、はい、ということでマスター、はい、いよいよ
来週が最終回になりました、うん、まあ、来週最終回ですけども、うん、逆に言えば今日クリスマスイブですからね。イブですからね。そうですよ。全然クリスマスっぽい話じゃほぼなかったですね。普通だったらもうねクリスマススペシャルとか言って、ね、世の中は、ね、クリスマスソング流したりとか、はい、一切ないですねこの番組大丈夫なんですか。メリークリスマスって言っただけですよね。言いましたって私最初に言いました。それぐらいですよ。あと何にもねクリスマスソング流すわけでもなく、ね、何の話したんですか、ね、今日も。だって皆さんきっと今7時15分ぐらいなので、うん、もう絶賛ディナータイム中ですよね。もうみんなね多分ねチキン食べたり、そうですよね、ね、シャンパン開けたりとか、うん、ね、昔はシャンメリーでしたけどね僕の子供シャンメリーをねパーンって開けたらね蛍光灯割ったりとかしてねそうですね、大騒ぎになったりとかね。シャンメリーでしたね、うん、ケーキもねなんかいろいろ昔は今は美味しくなってますけどね。今みたいにいろんななくてさ、なかったね、普通のショートケーキかさ、あとアイスケーキ、アイスケーキ、そう、私もアイスケーキよく食べた。アイスケーキ子供だからなんか、いやアイスケーキの方がいいとか言って、そう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 、普通のにしなさいとか言ってもうアイスケーキがいいって泣いたりとかして、でも実際はなんかもう溶けちゃってなんかそう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 、普通のにしときゃよかったみたいな、ねね、そうですよ。今やもうクリスマスケーキ商戦もすごいですもん、うん、だって今だと大体さもうデパ地下とかさ、でなんかもう有名なパティシエの方のとかがさもう予約で買ってとかすごいじゃん。昔なんかさ俺の住んでる武蔵小山なんてさ、うん、駅前にさベルスっていうケーキ屋さんがあってさ、はい、そこの前でさ、うん、もうその日だけはさケースを外に出してさ、あもうバンバンワゴンでね、ワゴンで売っててさ、うんうんうん、でそこのさねもうおっさんとかがさ、うんね、クリスマスだからサンタの帽子とかかぶってさもうヘロヘロになりながらさ外で寒いからさ頭はサンタの帽子かぶってるんだからさ、うん、かねえ、ね、せめて赤いなんか切り合いよりさ、うん、頭だけ帽子でさあとさ外で寒いからさもうすんげえもうなんか何すよスキーウェアみたいなのが来ちゃってさもうかわいそうに。そうか、売ってましたよ。でも昔は本当にそうでしたよね。私も学生の時ケーキの売るバイトをクリスマスとかにやったことがあるんですけど、うん、給料がいいんですよ。24、25ってクリスマスだから、ね、そうなんですよ。であのパルコの前とかでケーキとか売ってたんですけど、今もうそういうのないじゃないですか。まあ今はねあんまないだろうね。ないです。もうやっぱりそのブランドケーキデパ地下とかで、うん、昔本当に外で売ってましたよね、富士屋の前とかでも。とかあと街のケーキ屋さんがいっぱいあったじゃん。そう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 、ね、そう普通の、そうなんですよ。普通のところそのお父さんとお母さんで営んでるようなケーキ屋さんのね、今少なくなりましたよね、うん、あとそういうケーキ屋さんのケーキもすごい進化してるので、うん、ね、なんかそれはそれでいいのかな。ただ値段も進化してますけどね。まあどうなんですか随分高くなってますよ。自分でケーキを買ったことがないからな。随分高くなってますよ。そうか、ケーキ高くなってるのか。うん、ちょっと私もデパート近く行って、あ、なんかちょっとおやつ食べたいなと思って、うん、ちょっと昨日も実はちょっと見たときに一つなんか700円とか、うん、高いですよね。そうだ、うん、それも定食のランチ代だな、やべだって思っちゃうんですよ。200円とか300円ぐらいじゃない。絶対売ってないです。ケーキって今売ってないです。もうそんな感じなんだ。そうなんです。だから多分コンビニが売れてるのかもしれない。コンビニは今もう200-300円でクオリティがすごい高いじゃないですか、うん、そう だ, よ、ね、そうだからその分やっぱりコンビニのスイーツが人気なのかもしれないですよね、うん、そうかそうか。いやでもいろいろ本当にものが進化してるので、うん、美味しいものがもう出はからってますよね。何です出はからってるっていうのよくわからないですけどまたはい、ということで、はい、皆さん今日もじゃあ美味しいケーキを食べて、食べてください、ね、乾杯して。もう今食べてるでしょうけどね。食べてますよね皆さん。お前に言われなくてももう食べてるわってみんな言ってますよお前のトークの方がうぜえわって言われてますね、はい、すいません、はい、はい、ということでエンディング長くなりましたが今夜もお届けしてまいりました、いよいよ来週は最終回となります。はい、最終回です。はい、ぜひ31日19時から聞いていただけたらと思います。よろしくお願いします。では今夜のお相手は金森理香とマスターこと賛否両論笠原正弘でした。ありがとうございました。プレミアム B ライフ、この番組は水木コミュニケーションの提供でお送りしました。モデル事務所水木コミュニケーションではエンターテインメントで人々に感動と笑顔そして活力をに共感できる方を募集しています。モデル事務所水木コミュニケーションではモデル、タレント、俳優を目指しているフレッシュなあなたのご応募をお待ちしています。詳しくは水木コミュニケーションで検索。